第一章。嘘でしょ。どう喋るの？清掃業者の武井だ。まあ、清掃業者といっても何でもやみたいなもんさ。いいねー。この、不快感極まりないボイス。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何が何が？警察来てる。はい。はい。了解です。すごいね、口頭注意だけで済んだ。すごい、警視庁。警視庁。登場人物がでかすぎる、全員。家がバグってるから。うん。ゴミ掃除をせずにはできないの。うん。バグってると言うと何がおかしいのですか？バグってると言うと何かおかしいのですか？小部屋に入るとわかるわ。小部屋に入るとわかるて。は、はぁ。スクラッチカードをはじめ、何、スクラッチカードを始めますかやって。なんで、あ、外れ。うん。ちょっと料理を得ないなぁ。リサイクル緑が、大型が青か。リサイクルゴミは燃えるゴミは注意が必要で。はい。ゴミが残っていたり、食べたり飲んだりできるものを燃えがあんなゴミを処分しよう。家庭内で捨てられたリサイクルゴミや燃えるゴミ、生ゴミは、俺が食わなきゃいけないの。そうだ。ゴミ屋敷のゴミといっても、食べ物を粗末にはできない。きちんとゴミを処理しないと、行政から指導が来る。じゃ、そのために、はぁ？それ違うでしょう。これもこれ自体が高いと思ったら、この辺の。何これ？この辺とかね。鉄腕出しかこれ。あるから。怖いって！何してんねん、これ！これは…おじさん、やめてくれ。これはちょっとね、内向してる枝ですよ。おじさん、やめてくれ！こういうとこで切り戻してもいいけど…まあ、中入ってるから。耳元でおじさんが…これ何をしてんねん、これ。あ、帰ってた？警察。あんたの会社の態度が悪すぎるね。やっていいことと悪いことがあるんだ。何がですか？どういうのを見せてやろうか。違う。侵入になると正当な理由なく要求に対し退去しやがったものは刑法130条に当たる。はい、はい、すいません。あの仕事の一環で来てるんで、社長は許可取ってるんで、ここで切ったっていいんですけど、ここで詰めたっていいんですけど。おじさんやめてくれ、頼む。高いし、ここで切るってのは一番。このホームビデオ、おじさんやめてくれ。よいしょ。おう、邪魔やな、もう。なんやねん、これ、もう。前作よりひどいぞ、今んところ。これは生ゴミかな、多分。生ゴミは赤や。刑務所に行きますか。いや、刑務所には行きません。なんで俺出頭しなあかんねん。何も罪犯してないわ。うわぁ！ゴミ屋敷やぁ！なぁ、頭おかしいぞ、俺！なになになに？おい、ポリもポリでサイレンで遊んでるやんけ。うるさいなぁ。裁判所からの令状だ。免許侵入罪で、は？逮捕。拒否。ちょっとー捕まってんけどー。怖い怖い怖い。なになになに。うわー。なんやこの大量のゴミ。これは隣の場所でゴミ増殖バグが発生し進まなくなるバグなんや。なんやねんそのバグ。そやろー。これどう？今のところ、直に牛乳を飲め、前作の直牛と比べて、ゴミ屋敷脱出ゲーム。俺はね、まだ諦めてないよ。ちょっと待って、もう一回最初から、もう一回最初からやろう。あ、コンティニューできるか。さざ波が聞こえない。でもさ、こう、不法侵入どうしたらええの？絶対不法侵入で俺逮捕されんねんけど。調べてみたら住人と話して許可証をもらうらしい。そうなんや。おい、このゲームアクティブ一人しかおらなかったぞ。マジで？じゃあ全世界で今俺しかやってないってこと？このゲーム。素晴らしいな。
なんで俺だけこれ許可書くれへんのよ。食事には気をつけてますか。いくらやったら住むこの町。 3LDK で2万5千やったら住むこの町。俺はすまん。多分ノイローゼ頭おかしなるから。捨てられないアイテムは貴重品だからショップで換金してもらうんじゃない？なるほど。やばい！うわー！ポリスだー！動くな！撃つぞ！部屋が部屋！裁判所からの令状だ！住居侵入罪で通常逮捕！もう！何やねんこのゲーム！騙された！騙されました！今年も！このゲームの作者のゲーム実況見たけど、この声そのままで。で、ゲーム実況してんねん！そー！はい、終わりです。騙されました。終わりです。騙されました。二度、もう、某人は信用しません。スイッチでレビュー書こう。さよなら。